最初はタンバリン、シャンシャカシャンシャカシャンシャカシャ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 ン、シャンシャカシャンシャカシャ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 ン、ここから口笛、頭バグるよ、ペー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 、チャンネル登録解除した方がいいと思います。こんなことばっかやってたらね、また初見さんをフルーにかけるスタイルって言われるって。でもこのクソみたいな1分を見てくれたそこの君、ありがとう。何綺麗に決め落としてんの。はい、それじゃあ今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、IC ホット過去トロールレベルということで、冷たく熱いということでしょうか。で、このコースね、実はクリアしたことがあるんですよ。それも2、3年ぐらい前だから全く覚えてないんだけど、ただこのサムネレースがめっちゃ面白かったっていうイメージがあるんだよね。だからそれをもう一回やっていきたいなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.63%。 いや、みんな心配しないで、ネタ不足とかじゃないからさ、むしろやりたいトロールコースめちゃくちゃあるんだけど、コースを探してたらたまたまこれが久しぶりに出てきて、ぜひやっていきたいなと思いまして、誰もそんな心配してねえか。ハハハハハ、ごめん、そういや今日オープニングで〇〇キング出なかったね。何にしようか、オリキングでいいかな。落ちキングだね。落ちキングじゃないのよ、もうお前はいろんな意味で落ちるとこまで落ちてんだよ。最近コメントでピオキングさん以外の実況の人物足りないって言われるけど、そんなみんなも落ちてるからだ。うるさい、せっかく見てくれてるみんなになんてこと言うんだ、謝れ。させ、態度悪いな、ピオキング。ちゃんと謝る気あんのか？しっかり気持ちを込めてもう一度だ。正直。何笑ってんだお前は。あ、いきなり落とすとかそういうのやめにしませんか？わーとかギャーとかしか言えないってリアクションがついていけない。次はオンオフでいいのかい？またオンオフが変わるとかそういうことはないのかい？大丈夫。このコースめっちゃ前にしたっていうわけじゃないかもしんない。少しずつ記憶が蘇ってきたわ。ただ罠はマジで覚えて、ここ覚えてる、スタバの話してた。ちょっと待って、カロそれ必要なやつなんじゃないの？どかにありませんね。ちょっと恐れてることがあるんだけど、これプレイするの3回目とかじゃないよね。3回目だったらマジでやばいんだけど。マリオメーカー配信者で3回も同じコースするやつなんて絶対ないよ。じゃあこれは鍵なのかい？コインじゃねえか。その間にバブルが出てきたから先に抜けれないっていうことですか。じゃあこのハテナはなんか一旦叩いてみようか。ボブヘ、あっちは何があるんだろうな。あれが実は鍵ですよ。え、鍵がなくない？わ、やっぱこっちもコインだよな。まあ一旦死んだふりして先に進んでみようか。多分当たりはそれでも上に間に合え。オッケーオッケー。ねえ、先には進めないもんな。このハテナは何？一旦全部叩いてみようか。うん、キモかわいいの渋滞。いや、すいませんね、もし3回目だったら本当に申し訳ないと思う。ただボツにはしない、もったいないから。自分のことしか考えてねえ。いや、絶対これで合ってるよな。ここテレサだから出したらいけないもんな。さあブランコに引っ掛けて、そしてここでヒップドロップをすればボム兵が出る。で、右下に鍵あるから、あれが鍵みたいな、そんな鍵かな。おっしゃおっしゃ。さあドアに入っていこうか。そしてちゃんと左に出てくれるよな。オッケーオッケー。多分ねこれ2019年の投稿だからバグとかないと思う。だからすん、こっちはカロンの甲羅を持ってきちゃいけなかったのかい？せっかく中間ポイントあったね、塞がれてしまったじゃないか。カロンの甲羅を持ってきてなかったら中間ポイントが取れたっていうことですかね。でも僕は中間ポイントがいらない男さ、最高じゃないか。さあよ、このまま何もかも壊してしまい、そう石橋もいなくなってしまう。すいません、少し考えればああなるっていうことが分かってましたね。スターで走らせるなんてあんな感じのが多いのよ。じゃあなんで走ったかって、罠に引っかかりたいからさ。行かれてんじゃねえかお前は。あ、ちょっと。いや違うんだって、ダセーバレすんなって。このスターを取れないでやられるとかさ、何年マリメやってんだ、ちゃんとせえ。いや、すごく恥ずかしい思いをしてしまいましたね。どの辺だったっけ、ここちゃんと矢印書いてくれてんじゃねえか。
これラーメンは引っかからなかったっけ。すごい見覚えあるんだけど。いやでもあの頃の僕とは違うんだ。ちゃんとクリアしてみせようじゃないか。頼む、はい、行かして。なんか身体救命士を舐めるのとかそんなんが聞きたいみたいなわけわかんない視聴者さんいますけど、頼む、もうすぐ、もうすぐだ、もうすぐちゃんと聞かせてやるからだ。みんなここだ、ここか。身体救命士を舐めるな。結構罠忘れてるもんだな。引っかかってから思い出すっていうのもあるかもしんない。じゃあこの場所で留まってすぐにこのハテナブロッカーただ左に逃げようか。短すぎないか。オッケーオッケー、分かればこっちのもんよ。氷ブロックが通り過ぎた後にこのハテナを叩いてツタに登っていく。そしたらしっかりと伸びてくれるんだね。上には何も待ち受けてないのかい。大丈夫かい。待て待て待たんか。早めに行きます。早めのパブロンです。でも僕はもう手遅れです。さあこのまま左にダッシュしていいのかい。ここはなバネ。うまいくらいここに入れてきたな。こっちは何なんだい。なんか死体級だとそんな感じはしてたよ。うなにこのやめてってこんなあれ楽しいんじゃないか。こんなもんはしゃぎすぎだってマリーも。ぬるすぎるぜ。あのバネかわすのめちゃめちゃ難しくないか。結構なテクニックいるよ。どの辺、これでジャンプか。いやダメじゃねえか。いやこのハテナ何なんだろうな。あ、ここにツタが出てきてくれるの。バカだ。いや間違えたんだけど、下に出る意味わからんやろ。じゃあこれ最初から左行かなくてもうここでいいんだ。すぐ下に行ってこっからバネを避ければいいんだ、この場所で。あ、これだったらめちゃめちゃ簡単に行けるな。そしてこれは、なんかオンオフされそうだな。あえて先にしておく。いや左にダッシュしておこうか。頼む、何もないで。いや無理じゃん。でもさ、ここもう一回オンオフできるじゃん。全然余裕じゃん。あえ、トラゲ？まず最初にオンオフしてもらう。で、どのタイミング？あ、このタイミングでいいんじゃない。これでギリギリ、オッケーオッケー、間に合ったね。さあ、そろそろ中間は取らせてくんのかい。大丈夫、取らせてくれる。オッケー、バネには引っかかりませんでしたよ。反射神経命中を舐めるで。そしてここどっかに音符があるよ、絶対に。そうだから、ジャンプしながら行こうか。雲の顔は見て。待って待って、僕は引っかからなかったよ、魚に。ジャビャー。じゃあやって何。さてそろそろ真面目にやっていこうじゃないか。トロール名人としてたまには落ち着きのある実況イコールイケボでやっていかないとみんなが飽きちゃうかもしれない。このハテナブロックは何なんだい。上にボム兵がいるのが見えるよ。さあ開け。そしてすぐ上に行こうか。このハテナブロック燃える。私は今とても感激に満ち震えているよ。なぜかってこのバブルが燃えるという新しいワードをくれたからさ。ここは右ダッシュでいいのかい。右ダッシュじゃダメだと思う。キノコが出てきたね。あのキノコが、あのキノコ取れる。めちゃめちゃ早く行ってみようか。ここでツタ出す。そして右ダッシュすればいいっていう感じでしょ。でオンオフしてみようか。ボケーン。キノコを取ってからオンオフしよう。そしたらね多分大丈夫と思うんだよな。バブル当たるなよ。オッケーオッケー。そしてここでオンオフ。ダメージは1回当たったけどもう1回オンオフしなきゃいけないのかな。オッケーオッケー。そして次は下と上どっち行く。うわどうだろう。右、いや上行ってもさあのハテナブロック叩けないもんな。多分どうすんの。こっちにやらなきゃいけないと思うんだよな。どうすんの。こっち来る、こっち見んなよ、こっち見てる。どのタイミングで行けばいいんだ。もうちょっと右か。いやー、一応やし。今さ前の実況思い出して50コインを取ってなおかつドッスンから逃げ切れたら高評価お願いしますって言ってたような気がする。だから今回もそれさして50コインを取ってドッスンから逃げ切れたらね、マジで集中するから高評価かかってるからね。これ取れんのか。前取ってたっけ。どうしたっけ。あ、簡単じゃん。ドッスンがこうやって右に行ってる時に取れば簡単に取れるよな。いやでもそんなことはしねえ。絶対に取った瞬間に逃げる。それが俺の役目だ。まだまだ成功するまで諦めねえぞ。絶対に行けると思うんだ。ここか。よっしゃやべ、発注してる場合じゃねえ。早く行かなきゃ。
まあ無事に行くことができましたね。これで高評価3000評価ぐらいあると思いません。さあこの上に行っていいのかい。そしてすぐ土管に入ろう。なんだこのバネは、何のための邪魔をしてるんだい、うん、こっちの土管は入る。左の土管に行けんってことね。じゃあこっちは何、死に耐久とか待ってんじゃないの。またまあまあ死に耐久だったら全然我慢我慢だよ。この音楽は死に耐久かな。え、死に耐久っぽくないな。え、これは鍵を手に入れてこのドアに入るだけだよな。この後に待ってるみたいな。死にたい。甘いね制作者さん、優しさがにじみ出てるよ。僕であったら過酷な死に耐久をクリアさせて、その次にあるのがチェックポイント落としなの。なぜかってド S だからさ。いやでもね、トロール制作者さんってマジでね、心の優しい方ばっかりなんじゃないかなって最近思ってるんですよ。最近というか結構前から思ってるんだけど、そんな人がねめちゃめちゃ多いの。なんか僕のねツイッターで絡んでくる人とかマジでそんな方ばっかりだし、なんか鍵手に入れたね。え、今クリボー倒して手に入れたっけ。何もしないで手に入れたような気がしたけど、まあ下行こうか。下に行けねえじゃねえか。自分の声がうるさすぎてクリボーで取ったか、どうやって鍵を取ったか分かんないんだよ。ただこっからね下に行けなくなるってことは、何もしないでやっぱり鍵が取れたね。さあそろそろゴールがあっていいんでねえの。どうだ、え、これ最初みたいな感じだよな。まあ、どうなんだろう、あのコインの中にゴールとか隠されてないから、頼むゴールがあってくれ。うわ違うよな、やっぱり。でもまあ落とすことはなかったよ。さあここでハテナを叩いてって、バネ、あ、これゴールなんじゃない。この砲台の裏、頼むいなくなってる、絶対ゴールだろ、頼む、やったー。いや今回のゴールは分かりやすかったね。そんでこれ約4年前のコースなんだけど、最近のコースと比べても謙遜ないぐらい素晴らしいコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。 99% むずいということで、サムネを見る感じ全く予想できないから詳しく見るを見てみたんだよね。そしたらブラパトリフトが降りる階段状に作られちゃったんよね。どうやってクリアするんだろうと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.44%。 いや見てったら分かると思うんだけど、マジで意味わかんないよ。僕もそれ見た瞬間えってなったもん。だからみんな、僕とどっちが早く攻略法を見つけるか勝負しようじゃないか。これ普通に降りてっていいのかな。普通に降りててどんどんこのリフトを下っていくみたいな。それリフト乗ったらさ、これもうジャンプできんくない、上にブラパがいるからさ。え、どうやってするんだろうねこれ。もう上からジャンプ以外なくない。いて、ギリギリ狙いすぎたね。もうちょっと手前でジャンプしようか。ただこれでクリアできたらそんなにクリア率が低いわけ。来た来た、助けてー。これめちゃめちゃギリギリで奥のリフトまで行けないかな。手前のリフト乗ったらいけないってことでしょ。これめっちゃいいんじゃない。全然ダメですわー。上から行くのがダメっていうことが分かった。ならどっかからジャンプできる隙間を作らなきゃいけないんじゃないかな。ちょっと適当に作ってみる。これどの辺だよ。でもね、やってることは間違いないと思う。どっかに隙間ありそうな気するよね。見てる分にはあそこ隙間あるじゃんって思うかもしれないけど、ジャンプするタイミングがマジで難しいのよ。一番下から攻めようか。でこれね、一段ずつ降りない方がいいよ。そうしちゃうとさ、ほらブラパがどんどん左に寄ってきて、マリオが助走できる隙間がなくなっちゃうんだよな。だから一番下に乗ってこっから右にジャンプみたいな。うわ、なんかいけそうな気がする。攻略を見つけたぞ。絶対そうだよ。だから乗るのは一番下だけでいい。他のリフトは全部無視していこうか。ただこれ一番下のリフト1個乗るのがちょっと難しいんだよな。ここか、ここから右にジャンプ。来た来た来た、やってたー。なんで入らないの。今絶対入っちゃったらゴールできちゃったよね。うわ、めちゃめちゃ悔しいのすけ。いやでももう分かったからね、これでいけるはずさ。みんな見てて、もうノーカットでいってるから。ジャンプ、どんだけ。ふざけるな、対岸にせよ。そんなにふざけるようなゲームでもないだろう。そしてそんなにふざけるようなコースでもないだろう。しっかりせ。じゃあここはジャンプして、ここで鍵を取って、次こそ扉に入っていく。これでゴールだろ。やったいやこれはマジでめちゃめちゃ好きなコースだね。難易度といいアイデアといい、本当に素晴らしいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。